はい、皆様こんにちは。リヒトトゥンケルハイトでございます。幻影文録シャープ FE アンコール実況プレゼント系やっていきたいと思います。はい、前回、ボス倒して戻ってきてまだ3章終わんねえのかよっていう状況ですね。カルネージがどうとか言って、あいつきくんのカルネージはやりたい。でもこれ多分ボス倒して4フォーマーのやつだよな。フォーマーっていうかパフォーマーだよな、うん、4つ目のやつだよな多分な。他の人たち見られてないんじゃないかっていう心配はあるけど、とりあえず帰るか。帰ればいいの？これとね、帰ればいいの？これ今何をすればいいのかわからないけど、とりあえず帰ったよ。よかったよ、当てたよ。何この間。おじちゃんは座っててください。元気になったばかりなんですから無理しちゃダメです。ありがとうです、守り。それと皆さんも私のためにありがとうです。バリーさんが無事で本当に良かったですだな。というか終わったから言わせてもらうけど、バリーさん無茶しすぎ。そうよ、マスターでもないのに単身乗り込んでくなんて無謀にも程があるわよ。面目ありません。あの時は頭に血が昇ってました。守りのことしか考えられませんでした。怖えよ。皆さん、あまりおじちゃんをいじめないでください。ほら、おじちゃんも皆さんに謝って。申し訳ございません。ねえ、いつきくん、私、守りちゃんの歌にすごくドキドキしたの。ドキドキ？ああ、俺もだよ。守りちゃんに置いていかれないように頑張らないとだね。うん、頑張れ、つばすちゃん。はいはい、そこまで。そろそろ歌たまの放送時間よ。あれ、生放送がどうとかどうしたの？そうでした。お前ら目をかっぽじって正座してみろ。怖いよ。特番はダメになっちゃったけど、レギュラー放送に呼んでもらってよかったわね。ああ、そうなんだ。これ後日談？はい、スタッフさんいい人ばかりで、とっても楽しく歌えました。よかったね。うんうん、私もあの歌、島崎社長は分かってたんですね。さすがキリアを見出したフォルトナです。褒められまくって鼻高々だったわ。守りちゃん、これからはレンチンとの相乗効果で歌の仕事ガンガン来るわよ。嬉しいです、頑張ります。よかったね。始まりました。はい、最近あんま聞かないタイプの昭和歌謡っていう感じだよね。はい、第3章ネクストジェネレーションエンドでーす。セーブするよー。インターミッションだよー。あー、連続しちゃった、ごめん。
はい、インターミッション、とりあえず樹くんのカルネージをレディアントしたいよ、ユニティしたいよ。あー、そこに来ちゃうの、なんですかい。はい、うん、チュッてる、やめろ、腹立つから。うずめかな、やっぱり。まあ、とりあえずサイドストーリーをこなしたいかなっていう感じなんですけど、なんかまた来た今。あー、守りちゃんね。トピックー、かわいい。いやディア魔女のやつだし。なんかサイドストーリー、なんかこの辺にサイドストーリーの気配が、エリーちゃんか。まあ、とりあえず、待ってね。あ、守りちゃん入ってるね。レベル33か。ワードローブ、そうだ、装備もあるけど、とりあえず、レディアント氏に向かいたいでーす。はい。とりあえず、今、バリーさん。はい。チキちゃんのサイドストーリーもある。ブルームパレスに行こうとしてるときに、ちょっと待ってほしい。ちょっと待ってほしいです。あれ、あ、銅がここにいるんだね。よいしょ。すみません。はい。うん。はい。あ、どうしよう、サイドストーリーを進めている場合ではないんだが。いつきお兄ちゃん。分かったよ、やればいいんだろう。うん。ありがとう。先やるよ、チキちゃんの。私ドーナツを食べてみたいんだ。急だね。翼お姉ちゃんから聞いたんだけどね、キーホーマートで売ってる、最近ドーナツコンビニに売ってますよね、ハニーキャラメルバナナチョコレートドーナツっていうドーナツが食べてみたいの。何そのスタバみたいなタイトル。ハニー、何、ハニーキャラメルバナナチョコレートドーナツ。すごい早口で言ってるの、かわいいな。え、蜂蜜あってキャラメルがあってバナナでチョコレートでドーナツなの。もうすごい甘そうだね。渋谷でしか買えない人気商品なんだって。入荷してもすぐに売り切れちゃって、オークションで高値で取引されてるんだよ。ちょっと待って、ドーナツの生もの、怖くない。へ、食べてみたいな。ちきちゃん物食えないと思うけど、まあいいや、買ってきてあげるよ。本当に、ちきにはいつもお世話になってるしな。せやな。ちゃんがいないと戦えないよ。キーフォーマートだっけ、ちょっと行ってくるよ。はい、その前にはちょっとで、あのユニティさせて。パフォーマーが聞いて、お兄ちゃん、クラスチェンジって言うんだよ。あ、マスタープルーフゲットしたからね。はい、上級クラスに生まれ変わるための儀式、クラスチェンジを行うことミラージュ、上級クラス専用のカルネージに変身できるようになります。新しいユニティ、忘れずにチェックしてね。で、このゲームね、新しいカルネージが作れるようになったよ。あの、クラスチェンジの方向性一つじゃなくてね、新しいレビアントスキルが作れるようになったよ。二つのうちどっちかを選ぶみたいな、なんか両方にもなんか変身できそうな感じがするな。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。試してみてね。とりあえずクラスチェンジな、やろうと思えばできるんだけどさ、ほら、これオーマスターロードとオーバーロードってね、あの原作にはオーバーロードってないんですけど、こう原作にはない、まあ、これはね、まあっていう感じなんですけど、パラディンなるほど、ダークナイト、カインがダークナイトってイメージマジないんですけど、まあ、この、サーレちゃんはまあいいとして、こう、あー、まあ覚醒は2つあって当たり前なんだけど、まあ、私あのいわゆるリメイクをやってねえからさ、この暗黒竜紋章の方にもね、覚醒でもね、クラムはマスターロードしかないはずなんだけどね。あの、リメイクの暗黒竜紋章はこうやって分かれられるのかな。原作の方は、あの、ペガサスナイトはドラゴンナイトなんですけどね、暗黒竜はね。で、こっちはパラディンで、本来はね。で、動画はジェネラルにしかない。バーサーカーになるって動画と思うけど。とりあえずクラスチェンジは一旦置いといていいですか。次はクラスチェンジは一旦置いといてですね、いつきくんのカルネージュ
あれしたいです。これか。やっぱ四つ星だよな。しょうがね。すごい剣だな。それじゃ。めちゃめちゃすごいな。カルネージフォーム。えい。今。そっちそいて。もう他は作れない感じ？みんなあれかな？四つ星かな？他に。レディアントユニティ入ってるけど。お？どれ？これか。あ、三つ星だ。サブキャストの状態の、あ、これ欲しい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 。それじゃユニティするよ。いわゆる戦闘パーティーに入ってなくても外からサブメンバーがセッションに入れるやつ。これマジ欲しい。これはマジで、いわゆるチキちゃんみたいな感じで戦闘に入ってなくても突撃できるからマジで。え、これだけ？あと他の人は、あ、君 EP フィットネスあったのか。これでいい。それじゃ。ほい。やったー！素晴らしい。EP フィットネスだけかな？で、守りちゃんは？守りちゃんはリペラもエネミーシブル出現率下げる。あ、エンドレスアクトの方がいいかな？じゃあ。これでいいかな？この二人のやつを初めて見てみましょうか。ユニティするよ。動画と守りちゃんのやつ。行くよ。レディアントユニティ。動画さん。守り。せーの。やってんのって傘が。すごいですね。なんか動画のこの浮遊してる感じ、なんかどっかのモンスターにこんなんいなかったっけって感じなんだけど、こんなんいた気がするんですけどっていう気持ちになる。意味は別に、あと全部マックスになってるね。マックスってマスターしてるね。よし、次はパフォーム。はい、じゃあなんだ、キーホーマーとか行くか。行けばいいんでしょ、行けばよ。これこっから行けるっけ。あー、これじゃなかった。こっからは行きませんでした。ヒーホーマ、あ、あー、びっくりしたーい。なんだい、ヒーホーマとだね、わかってるよ。ハニーキャラメルバナナチョコレートドーナツね。なんとかして略してくんねえかな。わかりやすく略してくれねえかな。渋谷のヒーホーマートで、多分アクセサリー新しくなるのは、ね、4章に入ってからだから、それから守りちゃんのやつをすごいよね。はい。キーホーマートへようこそ。ドーナツこの場には置いてないね。なんか一時期さ、こういうカウンターのところにドーナツ置いてなかった？まあファミマだかセブンだか何かを忘れたけど。ドーナツを買う。キャラメルチョコレート初手から違う。初手から違う。あー、ごめんね。それ今さっき売り切れちゃったところで。把握してくれるところがさすがだよね。多分スタバの店員さんとかもこんな感じなんだろうね。よく覚えてないけど、あれだねってさせてくれるんだね。女子高生がね、買い占めて行っちゃったのよ。今大人気だからね。次にいつ入荷するかもわからないし。ま、足しげく通ってちょうだい。まあコンビニだからそんな大量に売ってないだろうしな。タイミング。女子高生を探すと、はい。じゃあな。ついでに、まあいっか。なんか買い物しようかなと思ったけど。んで、ネクスト。じゃあ、あれは、そうだしな。女子高生。女子高生。これどこに行けばいいのか。あ、このところに、堀の沢さん。そうだね。この人リクエスト、この人リクエストなんだ。いらっしゃいませ。おう。
何マカロンか持ってるかな。いらっしゃいませ。持ってないか。あ、よくあるな。じゃあ渡そう。はい。メルマックかい。去っていくんかい。そっちあれなんだ。あ、女子高生。あれか。月嫁 P か。月嫁 P？ ん？これは、サイルか。この人は女子高生ではないよね。ちょっと待って、もう一回話切り？歌物の作曲しながらいつも甘いものを食べてる。歌物の作曲をしながら甘いものを食べてる。どこかにいるのかな。あれ、今女子高生らしき人いた気がするけど、まあいいや。ねえ。違うな。お、この人ら？ねえねえ。あ、全然関係ないな。どうしよう。さっき見かけた人見てみるか。この人。何でしょう。それいいですか。100万円もらってる。ヘッドホンした女の子、やっぱり月嫁P どこにいるの。月嫁P どこにいるんだ。月嫁P がどっかにいるはずだ。探せー。あ、そこまでして欲しいものなの。すごく意味がわからないけど、気持ちが全くわからない。あ、ちょっと待って、月嫁 P ってどうだっけ。いや、最初のサイドの時になんかカフェになんか情報収集した時に、あれカフェにいるんだっけ、あの子。わかんねえや。とりあえず見てみよう。とりあえずちょっとこのカフェ行ってみよう。いねえかな。いた！おお、名も知らぬ親切な人、こんにちは。君は名も知らないのによく話しかけてる君。ピースさん。はい、そうですが。何この間。あれから大丈夫だった？体の調子とか。問題ないですが。コミュ障っぽそうだよね。しっかり持ってる。それはまさか。ドーナツですが、作曲活動に糖分は不可欠なのです。美味しそうだったんで大人買いしてきました。その数は別に大人買いではないが、まあいいだろう。それだったのか。欲しいのですか。よかったら一つ譲ってくれないかな。代金はちゃんと払うから。ああ、前回のお礼ということで一つくらいなら親切な人に差し上げます。ありがとう。まだ売るほど残ってますし。売るほど残ってる草。ありがとう、本当に助かったよ。遠慮なさらず、ご家族でどうぞ。一つでご家族はちょっとどうかと思うけど、まあいいや、ありがとう。チキに報告しておこう。いや、これチキちゃんからの頼み具を取ってる。すげえ、いいて言えねえけど、いいて。チキ嫁からの P からもらったこと、いいて。それはそれでいいて。よし、戻るぞ。全速力で戻るぞ。全速力だ。ほら、チキちゃん、ドーナツ手に入れたよ。多分チキちゃんは食えないけど。よいしょ。お待たせー。いつきお兄ちゃん。ドドドって。うん。ありがとうお兄ちゃん。チキ嫁 P がね、分けてくれたんだ。あ、言ってくれた。この間のお礼にって。そっか、あの人がチキ。私触れないの、お兄ちゃんたちの世界のものに。悲しいね。え？私実体じゃないから本当不便だよね。困っちゃう。だからね、お兄ちゃんが食べてドーナツ。
お兄ちゃんが食べてるところを見て、それでどんな味か教えてもらえば私も食べたことになるかなって。いつきくん顔、そんな顔すんな。やってみましょう。やってみよう。それじゃあ食べてみるよ。もぐもぐ。うん。くっさまいんだろうな。すごい顔してる、すごい顔。そんな目でこっちを見ないでくれ。するな。確かに。いただきます。食いづらいよそんな見られたら。ねえ、どんな感じ？私に聞かせて。詳しくすべてを伝えよう。詳しくすべてを伝えるよ。責任重大だから、ね。指摘とかいらない。あるがままを伝えるんだ。程よいサンプル感。しかし中はびっくりするほどしっとりとしている。いいのそれ。ごっくり。名前の割には甘すぎず。あ、そうなんだ。口の中でハニーとキャラメルとバナナとチョコの風味が喧嘩せずに混然一体、独特の調和を作り出している。まあ、別に合わないものではないと思う。ただただクソ甘えそうなだけで、ね。あれなの、チョコが結構ビター的でバナナもそんなに甘くないもの選んでるのかな。砕いたナッツが入っているのか。さらに入ってんのかい。なるほど。噛んだ時の小気味よさの理由はこれか。うん。どうかな。すごく美味しいよ。女子高生の間で流行るのも分かる気がする。いつきくんグルメレポーターいけそうだね。そっか、すごく美味しいか。よかった、ありがとうお兄ちゃん。なんだか一緒に食べてた気持ちになれたよ。やっぱりお兄ちゃんの住んでる世界って素敵だね。芸能みたいに楽しいことがいっぱいで、ドーナツみたいな美味しい食べ物もいっぱいで、いっぱい人がいて、それから、まあ、チキちゃんの元の世界にはなさそうだよね。とにかくいろんな素敵がいっぱい。かわいい。ああ、こんな体じゃなかったらな。私っていろいろ中途半端だから。チキちゃん一人じゃないよ。でもチキは一人じゃないよ。うん、前はね、寂しくなることもあったんだ。一人でみんなを待ってる時とかに。あ、そっか、みんながイドラスフィア行ってる間一人ぼっちか。ごめんな。この世界で一人ぼっちなんだって。そんなことないよ。だけどお兄ちゃんが来て私のこと仲間だって言ってくれて、それから寂しくなくなったんだ。歌のでめちゃめちゃいろんな人に知られてるのもあって、チキちゃんは一人じゃないよ。この世界には受け入れてもらえないかもしれないけど、お兄ちゃんたちは受け入れてくれるって。チキ、私はお兄ちゃんたちが生きているこの世界が大好きだよ。かわいいな、ね、本当に。絶対に守ろうね。うん、これからも頼むよチキ。はい、オファー達成。なんでコーヒー&ドーナツっていうサイドストーリーのタイトルな。コーヒーどこに行った、コーヒーどこ行ったの。あー、なんかトーマくんの武器が達成してるよ。忘れてたよ。思いを集める少女バックアップスキル。あ、パフォーマーの数増えるのありがたいね。ありがたい。ごめん、トーマくんの武器のこと完全に忘れてたわ。トーマくんの武器、つばせちゃんの武器も終わってたわ、ごめん。そうね、うん。で、トーマくんの武器で腰痛やさが、すげえな、これ。よし。あとみんな大丈夫だよね。うん。まあ、君はあれなんだけど、バトルアックスなんだ、初期。まあいいや。じゃあ、 まあ時間もいい感じなんで、今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。トピックは次回読むよ。